私たちの住む阿南市にはあらゆる分野において実は多くの匠がいるんです。そんな匠を知っていただき、この阿南市がもっと活性化したらいいなという趣旨で作られた番組です。皆さんこんにちは。匠スペシャル番組案内人の八木です。本日は阿南市東根町にある au ショップ阿南さんにやってまいりました。今回紹介する匠がこちらにいらっしゃいますが、実は5年前にも一度紹介させてもらいました。西見町から東根町へ移転されたということで、改めていろいろなお話を聞いてみたいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。こんにちは。広くて綺麗な店内ですね。あ、こんにちは社長。今日は改めていろんなお話をお聞かせください。よろしくお願いします。はい、こちらもよろしくお願いします。今回ご紹介する匠は株式会社ワンダー代表取締役森克也さん。阿南市東根町にあるワンダーは26年前に設立。徳島県で唯一 KDDI の一次代理店で、県内に5店舗ある au ショップを運営しています。そこで代表取締役を務める匠にお話を伺いました。改めまして森社長、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。何点か、質問させて、いただきたいんですけど、まずこう au ショップを始めたきっかけというか、立ち上げた経緯などをまずお聞かせください。はい、今からですね、ちょうど26年前に、会社を作った時は、OA機器事務機器の販売する会社だったんですけど、なかなかそれでは、こう飯食えず、携帯電話を見つけて、販売するようになったんです、はい、携帯電話は当時、基本料が2万円ぐらいで、誰でもがまあ持ってなかったんですけど、持った人は必ず、どこにいても電話がかかるっていうので、便利で喜んでもらえるっていうことが、もう確実にまあ喜んでもらえるっていうことがあったので、携帯電話に目をつけてやり始めました、はい、それが、何年前ぐらいですか。25年。あ、もう25年。はい、事務機器からすぐに、1年ぐらいしてもう携帯電話に転身したということですね。なるほど、はい、じゃあ、今年27年目と、はい、いうことで、はい、こう27年間でこうなんていうの、苦労した話とか何かあれば、はい、最初は体一つで、外販外回りの営業だけをやってたんですけど、携帯電話が10万円を切ってきて、外に出る人も全員携帯電話を持つなっていうことが私の中では思ってたので、どこかで事務所が欲しいと、それで初めて小松島にお店を構えることになったんですけど、お店を構えると毎月家賃がいりますよね。それとやはり店番をしてもらうスタッフ、初めてのやっぱりなんていうかな、雇用っていうのかな、は今だと50人ぐらい社員いますけど、初めて、はい、1人雇う時って本当に給料を払えるのかな、家賃払えるのかなっていう非常に不安で、店を始めても3年間本当に1日も休まず、逆に気が張ってたから風邪もひかず、ずっと来たのは覚えてますね、はい、苦労というか、自分でやってたので苦労とは思ってないですけど。素晴らしいですね、はい、じゃあ逆にこう、はい、嬉しかったというか、はい、27年間やってきてこう、はい、よかった点というか、ね、嬉しかったのは、はい、やはりこうなんだろうね、売上利益が上がるとかよりは、やっぱり企業の目的が、うちの場合は幸せ創造企業、お客さんにも社員にも地域にとっても幸せをどう作り出すかっていうことなので、うちのスタッフがお客様にしたサービスが非常にこう的確で、感動したとか喜んでくれて手紙をもらったりとかね、
嬉しいですね。まあ、そういうのは非常に嬉しいですし、あとまあこう半年おきに、まあ四国支社とかでのこう表彰、お客さんを大事にした表彰なんかも今回も中国四国支社で一番ということで表彰していただけるとかいうのも非常にやっぱりやりがいなり嬉しいことだと思いますね。あとですね、ここのお店は6月23日ですか、オープンしたということなんですけど、以前は西見町やったと、で今回阿南市の東の町にこう移転してきた理由などお聞かせください、6月の22日までは西見町で、本社の土地を4階横に広げて建物も4階建て増ししたんですけど、それでもやはりね、他の店の倍ぐらいお客さんが来ていただいてるお店で、そのお客さんにとってのやっぱ居心地の良さ、駐車場の広さ、店内の広さ、スタッフにとってもやはり働く環境がねいいところっていうので、もう3年5年ずっと探してやっと見つかったのがここ。土地の面積900坪あるんですけど、車も60台ぐらい止まれますので、すごく入りやすいお店として、お客さんにもスタッフにもいいお店として移転をしてきました。はい、あとそうですね、社長の仕事へのこだわりというか、そういうものか、こだわりですけど、私は以前にもこのケーブルテレビのね、匠スペシャルを出させていただきましたけど、その時にもこういう企業理念っていうのを、何のためにやってるかっていうことでお店をしたと思います。で、ただ売上利益は手段であって、やっぱ目的、会社の存在する目的っていうのが、その社員お客様地域にとって必要とされるとかいうことに一番こだわりを置いてます。で毎年ですね、こういう経営指針書っていうのを作って、経営方針の発表会っていうのを毎年、やります、その中で、経営理念からビジョン、四国の携帯電話販売会社の中で常にトップのサービス品質を誇りモデル店とされる組織づくりをすると。で経営方針としては必ず、一番が社員重視、お客様本位、あとうち独自のサービスとして独自能力、あと社会に必要とされるような社会との調和っていうところの4点を方針として深めていってます。販売してる商品が携帯電話よりはどうお客さんに応対したか接客したかっていうところが一番の商品だと思ってますね。素晴らしいですね、この経営理念。こう変えられる時もあるんですか、経営理念っていうのは。2年前にもう少し深掘りとして、一部、変えました。なるほど。ここがね、サービス業務を通じてだったんですけど、豊かな IT ライフのプロデュースを通じてというふうに変えました。やっぱり、なんていうのかな、人にもね、何かこう、業務を通じてっていうとちょっとなんか軽い、もう少し 深くっていうのは、 IT ライフって今もインターネット、スマートフォンとかなければ生活ってできないじゃないですか。で豊かになってるんで、それをプロデュースっていうのは、その新しい価値を作り出したり提供するっていうことで、豊かな IT ライフのプロデュースを通じてというふうに変えました。なるほど。残り時間もですね、少なくなってきたんですけども、なんか阿南に対するこだわりっていうのが、思いですか、あれば、阿南に対する思いっていうのがあれば教えてもらいたいなと。そうですね、阿南に対する思いというのは私は非常に昔から強くてですね、自分がやっぱり生まれ育った場所で、私は県外で住んだことも何もありませんので、けど県外にはしょっちゅう出ていくんですよね、県外とか外国も。
その中でこれぐらいその、海あり山あり自然もあるんだけど適度な街でもあると、まあ世界何十カ国回ってあの穴に住み着いた外人さんもこういう海がすぐ近くにあって働ける街、こういうのは別荘地しかないっていうことを言われてたあの方がいらっしゃいますっていうふうに、そのまあなんてすごくあの家族とかね住みやすいあの町だなというふうに思ってます。で、あのだん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 人口減少がありますけど、やはりその自分たちがその阿南がダメとか言うんじゃなく、自分たちがどうすればもっとこうね住みやすくて活性化されてあの人も来てくれるような街になるかっていうことを一人一人が一つずつやっぱりできることをやっぱやっていくっていうことが街の活性化にねつながっていくと、なるほど、まあ思っていろんなこう活動をはまあさせてもらってるんですけど。活動ですか。はい、例えばどんな活動されるか紹介いただけたらと。今は私商工会議所青年部は卒業してますけど、商工会議所青年部の時代で今でも続いてる、カップリングパーティー、はい、婚活パーティーですね、を15年前に仕掛けて、それもこう地域阿南市がやっぱ活性化するっていうのは住んでもらう人がね、一番に増えることだと思って、こう未婚晩婚化がだいぶ進んできてたのをあの思って、そういうカップリングのパーティーを、まあ男性3、40名女性3、40名で、まあすごい時には7割ぐらいカップルを作った。7割ですか。はい、そんでもうすごく過去にはもう十何回もやってきてるので、何百名でね、何十人ももうゴールイン、結婚されたりもしてます。はい、他に何かありますかね。はい、あとそれとこれも青年部時代にやったのがですね、ハモの水揚げが阿南市って日本一でですね、そうですね、その日本一のハモを使ってご当地丼を作ろうということで阿南丼っていう、のを各お店に作っていただいた阿南丼ブックという形で、まああのハモメインのハモの阿南丼と19店舗、はい、阿南の特産品の創作阿南丼っていうのを、まあ作っていただいて、まああのテレビのね特集にもあの出たというすごい丼になりました。他に何かされているって聞きましたか。今親会ではですね、商工会議所にはこう部会っていうのが6部会ありまして、その中の商業部会長っていうのを私やっております。その中で阿南市内の店舗情報紹介誌っていうので、ぶらり阿南っていう雑誌を、作っております、で半年に1回なので、今回この今月10月のボリューム3っていうのが、2018年秋冬号として10月に発売しました、で104店舗残ってる載ってるこういうお店さんをね、回っていただきまして、回っていただくとこの1ページ目このスタンプラリーで12店舗回って全部集めるとこの2000アナナンの商品券、この104店舗で使える2000アナナン券をくれます。くれるんですね。それと先着100名の中から抽選で、ペア3組で USJ の、ギフトパスをプレゼントですか、いうことも行ってます。わかりました。さて今日はですね、貴重なお話をいただきまして本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本日の匠はですね、株式会社ワンダー森社長のお話をしていただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。一人の匠の情熱に幾人もの匠の情熱が集まり、最高のものを作り出す阿南、いい街、いい人、いい出会い。今日も素晴らしい匠に出会えました。森克也さん、ありがとうございました。